かつて天空には栄光の王国があった。国王は王位継承者第一位に暗黒の国へと行き、創世の真珠を探すよう命じた。こうしてかの者は真珠を探す旅に出た。しかし彼女は騙され、自身の高貴さを忘れてしまう。そして自らを暗黒の国の王女だと思い込むようになった。でも心配はいらない。なぜなら王位継承者第2位の者が旅に出たからだ。これは君の長い旅の寄稿であり、君たちの真珠の歌である。
私がいなきゃダメだね。よし、いい感じに進歩してるな。だがここで止まるわけにはいかない。聞いたことあるかい？放浪寮に変わったやつがいるって。星と深淵を目指せ、ようこそ冒険者協会へ。
Thank you.
ージはありません。わめきなさい。よっ、はい、よっ、甘えたにゃ。見切りました。てっしっ、てっ、ふん、そこ、せっ、てっ、ふん、せっ、せっ、よっ、ふん。逃げ道はありません。せっ、ふっ、ひゅっ、受け取りなさい。私には無用の長物です。全力攻撃だ。裁きの雷、やっ、せっ、くらえ、決戦せよ。それ早く、粉々よ。はい、よっ、よっ、決戦せよ。はい、粉々よ。見切りました。さっ、せっ、主婦の夢にすぎません。
逃げ道はありません。わめきなさい。よっ、粉々よ。それわめきなさい。はい、ここより弱滅の時。ふっ、よっ、ふっ、たっ、ふ。あら、
切りました。受け取りなさい。私には無用の長物です。あら、逃げ道はありません。
よっ。見切りました。くらえ。みんなは俺が待っ。はい、それ粉々よ。はっ、はっ、それ逃げ道はありません。無我の境地。
ュッ。